整備士あるある。ATF、CVTF の認識の違い。新人。他のオイル交換と違って、異物の購入などすごい気を使いますね。整備学校の頃も定期点検する実習者があって、生徒みんなが ATF ゲージを USB 拭き取るから、そのゲージに付着した糸くずでオートマミッション壊れたらしく、指で拭き取って、その指を USB 拭けって教わりました。中堅。いや、これも土井説に書いてある通り、決められた時期に交換してほしいですね。生地知識があって、ATF 交換後にオートマミッションを壊れたっていう事例があるから、整備士も敬遠しがちで、整備士にも問題ある節はありますよね。一番問題なのは、交換時期なのをみんなが潰して、10万キロオーバーした際に、シフトフィールが悪くなったからって言って、汚れたオイルを交換した際に、サラサラの新品オイルが運悪く、付着していた不純物を剥がして、オイルラインを詰まらせ壊してしまうことなんですよね。定期的に交換してたら、こんなことは起きないんです。あと、ATF とか CVT フルードは指定された純正オイルで交換することですね。例えばトルコンは、オイルの流体エネルギーを動力伝達したりするし、針みたいな細いツールをオイルが通ってギアを制御したりと、指定の専用オイルで設計されているので、成分や粘度の異なるオイルは余計にシフトフィールを悪くします。油量調整も決められた温度でやりたかったりするので、ちゃんとした整備工場で行うことをお勧めいたします。ベテラン。触らぬ神にたたりなしじゃ。おーい、かける。この車 ATF 交換しといて。